はい、皆さんこんにちは。ジャンサク TV のご覧の皆さんこんにちは。本日はですね、日本麻雀大協会主催第17期研究リーグ決勝戦の模様をお送りいたします。実況を担当いたします、日本麻雀大協会関西本部長麻雀連合ツアー選手の小田光一です。どうぞよろしくお願いします。ジャンサク TV さんで僕のワンショットはすごく珍しいんですけれども、まあよろしい、まあいいでしょう。さ、早速なんですけれども、本日の対局者紹介させていただきます。現在、ポイント1位ですね。井出陽介さん、お願いします。はい、どうも、こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、井出さん、ジャンサク TV で中国麻雀打つのって、多分初めてだよね。ですよね。いつもここで解説してるよね、大体ここの2年間。2年ぐらい前僕と、ね、一緒にやってましたよね。そうですよね。去年も解説したんじゃないのか。去年は違うんだ。去年いなかったんだ。そうですよね。うん、まあ何せよ解説はしましたけれども、多分打ってないよね。そうですよね。うん、まあ、今日はね、まあ、現状、はい、ポイント1位なんですけれども、まあ、まあ、ポイント差的には、ほぼ並んでるようなもんですんでね。まあ今、出てますよね。36ポイントということで。あれはね、トップがプラス3、トップが3、2着が2、3着1、0ですから、36.0 って書いてあるけど、0はいらない。まあ、何点5があり得るから。まあそうですね、同点があるんでね。まあ一応、だから簡単に言ったら1ポイント差と2ポイント差だからね、着順2っていうことなんで、半チャン1回で、半チャンっていうか1回戦で変わってしまう。はい。点差でしかないんですね。そうですね、はい、まあほぼほぼ並びの状況ではあるんですけども ね、はいはい、うん、まあ久々の決勝ということで、まあちょっと意気込みを。そうですね、何年間か決勝行ってなかったんで、久しぶりに決勝来れたんで、楽しく、決勝は割とね、まあ、日本麻雀もそうだけど決勝戦って楽しいんでね、今日は一日というか、この中国麻雀、配信される中国麻雀は楽しみたいと思ってます。はい。はい、それでは、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは現状、トータル第2位ですね。張建民さん、お願いします。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい。はい、張さん、なんか、ここ最近毎年、決勝に残ってるような気がするんですけど。おととしもそうだっけ？確か。なんか毎回名前があったような気がするんですけれども。まあ、まあ、さっきね、井出さんの時も言いましたけど、ポイントとしてはほぼほぼ並びという状態ですけれどもね。そうですね。まあ、意気込みをお願いいたします。まあね、しっかり打って、うん、まあ、去年と同じような結果になれればいいかなと思ってます。そうですね。うん、張さんは、前期優勝ということになってますので、まあ、今日勝てば2年連続の優勝ということになりますね。はい。それではまあ、本日一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。それでは現在トータル3位ですね。鈴木義弘さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さんは2年前、3年前でしたっけ？決勝ですよね。優勝されてますよね。優勝したのは3年前ですね。3年前でしたっけ、はい、僕がね、ちょっといろいろやって、あかんかった時でしたけど。ありましたね。はい。それ以来ですかね。それ以来、はい。3年ぶりになるんですね。うん、はい、まあ、意気込みをお願いいたします。そうですね。前節、3連勝して、決勝に滑り込んだんで、まあ、そのままの勢いで、まあ、今日頑張れればいいかなと思ってます。はい。はい、3連勝されました、僕は。された人。はい、された人です。された人。はい。まあ、今日一日よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは現在トータル4位ですね。内田圭さん、お願いします。はい。内田です。よろしくお願いします。お願いします。内田さんは、前回、おととしに、優勝されましたかね。はい。はい、そうですね。最後、覚えてますね。そうそう、絶頂のパーソンを積もって、僕らが拾いきれなかったっていうのがあったんですけど、はい。まあ、これもね、中国麻雀らしい手順での上がりだったんで、それはまあ、それでと、よしと思っておりますけれども、はい。まあ、
現状トータル4位ですけど、うん、まあ、さっきからも言ってますが、まあ、現状並びなんですね、ほぼね。そうですね。まあ、僕だけただ、基準位の関係で、同点が許されないっていうのは、ちょっと、ね、まあ、不安材料ではあるんですけど、まあ、それでも、はい、ポイント的には戦える位置にあるので、まあ、最後まで、優勝の可能性がある形でできたら嬉しいなと思ってます。はい。では、それでは、今日一日、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、それでは対局者の皆様ですね、移動の方お願いいたします。そしてですね、本日は解説の方お二人お呼びしております。どうぞ入ってください。それでは私の隣の方からいきます。大阪商業大学アミューズメント産業研究所研究員101競技連盟 SD 青野茂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青野です。まあ、青野さん、この、まあ、対局の見どころといいますか、ちょっとそこら辺をお願いいたします。そうですね、誰が勝つかとかいうのはちょっと言いにくいというか、わからないんですけど、一つだけ私思うのは、最終戦迎えた時に首位の人はが逃げ切ると思います。ああ、なるほど、逃げ切る方、逃げ切ると思うんですよね。最終戦首位に立ってる人がね、みんな据え足がある人ばっかりだと思うので、はい、ハートも強いので刺されないだろうなというのが唯一の予想ですかね。ああ、なるほど。まあ、そうなるかどうかですけどね。まあ、ちょっとその辺も、ちょっと楽しみにして見て、視聴者の皆様は見ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もう一人ですね、日本麻雀体育協会東北本部、北浦康弘さんです。よろしくお願いします。あ、北浦です。よろしくお願いします。北浦さんもすみません、見どころといいますか、一言お願いします。まあ、ポイントが、近いので、まず、まあ、トップの人はね、まあ、井出さんとか張さんが連勝しなければ、まあ、コールドはないっていう形なので、3回戦みっちり見れるかなと思うんですけれども、まあ、青野さんが言った通り、優勝者予想というか、個人で、あれぐらい勝つっていうのはやっぱり難しいメンツ、ここまでやっぱり、戦ってきた。まあ、僕の感想でもあるんですけどね、皆さん本当にしぶといので、はい。まあ、最後の一曲まで、皆さんちょっと緊張して見れるかなと思います。はい。いや、今日もよろしくお願いします。そういう、本日のシステムですね。まあ、先ほどからちょっとね、触れてはおりましたけれども、番組紹介欄にホームページがあるので、まずルールに関してはそちらの方をご覧ください。で、この研究リーグ決勝のシステムですけれども、イーチャン終了時ですね、トップの方に3ポイント。2着2ポイント、3着1ポイント、ラスの方が0のポイントを加算していきます。で、すでに第7節が終わっていまして、井出36ポイント、張35ポイント、鈴木34ポイント、内田34ポイント持ちでスタートとなっております。で、イーチャン3回の予定なんですけれども、優勝者が確定した段階で対局を打ち切るということになっております。つまり、現状トータルトップの井出が連勝ということになれば、並び次第でコールドということになります。で、それからですね、あと、鈴木、内田がともに34ポイントですけれども、これは現状鈴木の方が上になっております。これはなぜ上になっているかというと、起始順位というものがございます。この起始順位というのは、前期の順位ですね。前期の、上から順番に起始順位というのを並べておりまして、その騎手順位の関係で鈴木の方が上ということになっております。それでは、対局室の方準備はできましたでしょうか。それでは、対局の方始めてください。よろしくお願いします。はい、トーン一局始まりました。ちーちゃと言いますか。おや、おや。うん、まあ、おやでいいですかね。ちーちゃでいいじゃないですか。もうなんか、日本麻雀のちーちゃんとなんか勘違いしちゃうんですけどね。ちーちゃから、いで、なんちゃ鈴木、しゃーちゃが長、ぺーちゃがうちだとなっております。まあ、日本麻雀と違いまして、ドラが何とかそういうものは一切ございません。まあ、ちょっと、いつも使ってる麻雀牌、ちょっと大きいのでね。あ、でも、いいでなかなかいいハイパイですよね。うん。
で鈴木チュンとトンが統一、長がナンがアンコですけど、いやいや、まあ内田もそんなに悪くはなさそう。さあ、いいで、シャアが統一になりました。E1 を切る。なんか、自敗の統一ってね、あんまり僕は好きではないんですけどね。一組だけはね、裁くのが難しいですね。難しいですよね。はい。今の、なんちゃ、鈴木さん。鈴木さんのように、二組以上あればね、ウーメンチという、まあ、ウーメンチっていうのは、中国麻雀ならではの、4メンツ1ジャン等で、ワンズミン、ピンズ、ソーズ、フーパイ、三元パイ。後手、まあ、ピンソー、トンとチュンでね。チュンで。まあ、あと、なんとかなりそうな、はい、ウーメンチとしてはなんとかなりそうな形にはなっております。まあ、内田も、ああ、もうこれ、あ、入れがイーソー引き入れて、まあ、日本麻雀で言う、一通。チンロンって言うんですけどね。中国麻雀は一通がすごく高いので。一通16点ですもんね。はい、さあ、蝶が E ピンを引いて。そして、内田、これを。内田は、まあ、ちょっと、バンズ、ピンズが、あるので、まあ、ソーズの沈黙は見切ったということになります。そして、トンが出て、鈴木がポン。で、パーソーぐらいを、まあ、切って、ウーメンチ一直線。あわよくば三色をつけようかというとこですかね。三色はね、日本麻雀と一緒で、三種類の同じ瞬通っていうのは、8点なんですよね。三色は8点なんですね。はい、ま、日本麻雀ですね。一通も三色も評価は同じですけれども、中国麻雀だとちょっと評価が。倍の点数になるんですよね。鈴木はそれを今、カンチーワン引き入れたんですかね。イーシャンテンになりましたね。はい、まあ、三色にはならないですけど、ウーメンチーのイーシャンテンにはなる。まあ、今、チュンが出ましたけれども、鈴木はポンせず。まあ、チュン、ポンすると。両面立つのいいシャンテンの、ね。ですからね。ですからね。まあ、当然2枚目もする。で、内田は、ああ、嬉しくない、そうですね。数層だと嬉しいんですが。さあ、ここで、内田が悩む。まあ、3層切って、とりあえず想像のメンツを確定。まあ、入れはちょっと手が動かない。あ、嘘。ただ、これ、チュン2枚出たんですよね。だから、白を切りたいんですが、まあ、それはちょっとということですね。さ、現状は今、内田が切って、で、入れのツモ番ですね。パーピン。選ぶことになる、ね。選ぶことになるんですね。まあ、ワンズを切っていって、チンロン、ウーソーパーソーのイーシャンテン。高い方ね。高い方狙いましたね。ただ、パーワンじゃない。パーソーが2枚すでに切られてはいますが。で、蝶はスーソー引いて、これを残しそうですかね。うん、E1 を切っていった。フォアロー見てるの？見てるんですよね。うん、で、内田は、3分の1、イーシャンテンですかね。で、入れはローピンを引いて、ウーワンをまあ、切っていって、将来的にシャーシャーと落とすような形も考えてるかもしれません。あ、2層でしたね。3層だったらですけど。そういうこと。フォアローも見えますからね、内田さんは。内田は、なので。ああ、フォアロー見えますね。あ、567。数ピンを切っといて、うん、とりあえず両天秤は続行。これもどこ入ってもいい形、ね。いい形ですね。何かしらの役がつくと。さて、ん？三層、今度は三層ですね。で、白切って、サブローピン、どっちでも上がれる。うん、このテンパ嬉しいですね。
寿司さんがね、イーシャンテンで、リューピンを一回絞ったんですよね。それが。うん、これ、転売すると豊潤になってしまいますけど、僕はまた日本麻雀と違ってね、チーされる方が嫌だっていうことの方が多いんですよね。ああ、そうですね。はい。補充するぐらいなら、補充の方がまだマシだって。マシだっていう。はい。となると、サブローピンって実は薄いんですよね。薄いですね。まあ、ただ出そうな人はいますけどね。うん、でもこうやって粘ってる間に、Q を引いて、ジャントの繰り替えで、で、しのぐっていうのがね。まあ、Q ピンが、ってことですね。その Q ピンを入れか引くかどうかですが、まあ、Q ピンも、まあ、いそうはいそうですけどね。そうですね。バニー1枚なので。うん、で、張さんの手に1枚。鈴木さんの運命中もみんな分かってると思いますよ。で、ワンズはもうないと。もう切り離してない。できてるだろうという。できてるっていうのも、みんな読んでると思いますよね。チンワンを手から打ちましたからね。まあでも、鈴木の手牌見ると、ピンズ濃厚かなっていう感じもしますよね。うん、ね、まあ、ちょっとヒントになった、いいピンが通る。うん、9ピン。これはまあ鈴木の現物でもありましたよ。ただこれは内田に地点が入る。まあ嘘を切って、ちょっと手震えてますけどね。どっちでもいい、ね。どっちでもいい形です。ああ、これを。天敗なら勝負か。そうですね。これで6ピンを補充になりますかね。さすがに。まあそうですね。そうですね。はい、まあ、沈論天敗ならさすがに勝負でしょう。で、鈴木の上がり。これ論敗持ってくるんですね。トンの2点と、あとはウーメンチ、先ほど出ましたウーメンチが6点。8は16ですね。8点ちょうど。ちょうどですね。はい。8点ないと上がれないんですよね。そうですね。この中国麻雀8点ないと上がれない。まあ、よく日本麻雀で三半縛りみたいなことを言われてはいますが、まあ、その三半縛りほど、難しくはないような気もするんですが、まあ、難しい人には本当に難しいことなんで、まあ、そういうことにしておきましょうか。さ、最初、鈴木が上がりまして、そして親が回ってきました。今、地点出てますか？あ、出てますね。はい。32点とか。そうですね。はい。上がったら、上がり点以外にもね、3人から8点ずつもらえるっていう。まあ、この中国麻雀のルールですね。あら、もう、沈論作ってくださいというような。そして、現在は長ですか。この初の統一っていうのは、まあ、ちょっとトーンを残したのはやっぱり先ほどですけど、ウーメンチのことも考えてるかもしれませんね。そして、まあ、井出がちょいと、ペーが役杯ですけど、うわ、これですね。うん、これでしょ一番簡単ですよね。さあ、この何ですよね。どうするかな？どちらも残しつつ、まあ、やっぱ、ウーメンチを見るんですよね、これね。手を狭めても、ね、形だけ転敗しても上がれない。上がれないですからね。点がいるから。して、今、鈴木、うん。まあ、とりあえず、そこら辺から処理をしていって、さあ、超これですよ。まあ、とりあえず、トーンを切って、うん、まあ、様子見と言いますか。まあ、1枚出たからじゃないですか。まあ、何も1枚出てるんですよね、これ。ああ、そうですか。で、まあ、いでもさすがにここは、トーンを切るかなと。おお、6、7、8決め打った。これで鈴木は、まあ、沈論ですけど、保険として三風向の可能性も出てきましたね。
あ、これで難を切ってウーメンチューは見切る。うん、内田は2アンコ。2アンコができましたね。2アンコ2点でしたっけ。2アンコ2点ですね。3アンコは16点あるんですけどね。これで、あ、一色三分まで、何でも、何でもありになりました。何でもありなんですけど、この手で一番欲しいのはジャントーなんですよね。ジャントー、ジャントーさえ決まれば、もう簡単なんですけどね、方向としては。これで一応、天杯、面前、ニアンコ、ヤオチューク、ウーツ、カンチャン、7点。かな、ということは、内田はちょっと、つぼらないと上がれない天杯になりましたね。で、鈴木、いいピンですか。一応、三風子のイーシャンテンにして、あれ？あ、まあ、変化はありますけどね。9ピンを切ったってことは、ちょっと鎮能を見切りながら、一色三風光と三風光を考え、あ、はい、外しましたね、まあ、角でしか上がれないとなると、ちょっと、あまり よろしくはないと。じゃあ、出上がりの効くような手組みにしようというところですね。さあ、これ、どうしますかね、蝶の手。9ピン。ちょっと苦しいですね。うん、苦しいですよね。まあ、内田はポンして、まあ、まだあれですけども、まあ、三層数層引いてのトイトイの変化になるでしょうね。で、超これです。難しい。チーピンを切った。で、入れの手が、ね、整ってきて、ね、単品系もありそうな。これで、E ピンを切るかな？鈴木は。うん、いや、そうですね。して、蝶が数ピンを引いた。一応、差し子。の可能性はあるんですけどね。まあ、あと、ソーズ1、2、3、ピンズ2、差し、ワンズ差し5。まあ、チーソーを、まあ、切りましたね。うん。そうです。鈴木がちょっと、ああ。いや、嬉しくない。運転できるようにしましたかね、うん、一色三分ということで、うん、そうですね、うん、まあまあ蝶はこれを仕掛けて、まあ仕掛けて竜を落とすですね、落とすですね、うん、ピン風三風光のイーシャンテン、うん、いいピンですか、いいピン、まあこれを切りましたね、うん、おこれでどっちに取る、シャンポンなのかカンチャンなのか、リャンワンはどうですか、リャンワン、リャンワン、ウーソーを切ってシャボンに取りますか、ね、おお、でも関数層に取りましたか、カンチャン待ちでもピンフがつくと。ピンフつきますね。ここの辺が、まあ、日本麻雀との違いではあるんですが、入れはローピンを持ってきて、単品系に持っていきました。ローピン、まあ、基本いらないですね、これは。で、チーは、うん。まあ、鈴木も、まあ、関数層取りましたけど、待ち取りは結構難しいですよね、これは。して、
ちょっと内田も手が進まないですね。まあ、ちょっと狭すぎますけどね。実際数層っていうのは、井出一枚、内田一枚。あ、今一枚。ということは、あと山に一枚。嘘。うん、そして内田ですけども手が進まない。うん、そして入れが。これでイーシャンテンですね。まあ、うん、イデも何が来ても、あー、リャンマン。ちょっと痛いな。これ16点役のつながりを逃すのがちょっと痛いですね。だいぶ痛いですよね。関数層に待ち取りをして、あの時は3層切ったわけなんですけど、WP 勝負ですね、これね。もう勝負ですね。死頃の3色に取るのか。6ピンを切りましたね。これで、さ、どっちでもいける。どっちでもいける形にはなりましたね。数ピン。もうここら辺でちょっと、誰が天敗で街がこの辺とか、いろいろ考えそうではあるんですが、パーピン。うん、ららうわぁ。まあ、これはこれで酸素が出やすくなったと考える方法はいいんですかね。振り点が出上がりできますからね、中国ルールは。できますからね。これ、蝶は、差し子、ワンズ差し子を地位してるので、まあ、数層か地位層って。これは、ワンズ差し子ですからね、地位してるの。まあ、地位層でしょうね。地位層の方は通りそうだとは思うんですけどね。リャンピンはどうですか？リャンピン、バニ2枚。まあ、鈴木1枚。うん。うん、と思って。でも、天敗は。天敗は取ると思うんですけどね。そうですよね。4か7かを考えてる。考えてると思います。まあ、7の方が通りそうな感じはしますが。まあ、何より、下茶の内田が、チーソーの現物なんですよね。それも大きいとは思うんですが、あ、3層切って、これが、いわゆる、折り打ちですね。面前ピン負。3、4、5のシーシャンホンに一色三風光。10枚も捨ててるやつで出上がりすんなんてぬるいぞって。で、まあ、うちの本人は持てるでしょうけどね。いや、まあ、手順見たら、あんたつま上がり逃してるやんって言いたくなるぐらいの。まあ、見てわかる。見てわかるっていうやつですけどね。まあ、日本、どうしてもこの辺って日本麻雀の感覚で、まあ、人の捨て入って信用するじゃないですか。それで、まあ、いかにも転廃してそうな。鈴木の3層があれば、まあちょっとそこに手をかけてしまう。しかも自身にあまり上がりの銘がないと判断すれば、なおさらそういうことにはなりますね。で、鈴木2局連続上がっております。で、トン3局ですね。親が蝶。うん、これ、鈴木としてはすごく助かってますよね。上がり逃しして。もう誰かに。つま上がり2回逃しても。逃してもまだ上がってるんですからね。うん、でもあんまりいい感触抱いてないんじゃない？ないでしょうね。そうですね。うん、トップ目だけど、積もってればもうしばらく天下という感じなんだけど。で、その折り打ちした内田、確かチートイのイシャンテンですよ。次が内田かな。あ、イーシャンテンじゃない。ごめんなさい。リャンシャンテンでしたわ。9、9だね、初め。9でしたね。
このチートのリャンシャン店とかっていうのって結構ポンポン風とね、いろいろ考えるとは思うんですけど。トイトイのことね。そうですね。はい、内田のこの形ってそれ考えます？なんか僕メンツででもいけるんちゃうかと思って。それがあるんでね。泣かない派なんですが。もう統一でしかないっていう時に、泣くかどうかですよね。ですね。一個泣いて残りが泣けそうなのかどうかとかいろいろ考えはするでしょうけども。泣けそうっていうのもね、ツーパイなのか、ロードハイ、ね、ロードハイとか。なのかってちょっと違いますよね。日本麻雀で1球が出やすいってことはないですからね。そうですね。1と9を使う手がいっぱいあるので、そう簡単には出やすいとは思えないのでね。さあ、またいい手ですね、これ。何とでもなりそうな。続きは、まあ、こういうとこですね。日本麻雀だとちょっと考えづらいですけど、白の統一落とし。まあ、一歩下がっていろんな可能性を残すと。ですね。まあ、はい、中国麻雀のピンフっていうのは、地合いは絶対ダメなのでね。お、内田両層残した。サイデウ、これをどうするか。いいシャンテンではあるんですけどもね。うん、やっぱりソーズとマンズの4連携がどちらかの、うん。どっちかは迫られるというのね、ちょっと。うん、まあ、一応、今 C1 切ったんですよね。だから、カンウーピン、カンチーピン入っても、まあ、3色とか3風向の天敗になるようにはしたと。で、うちだ、これが、うん。こうつてに決めたのかな、まあ、統一刑事ですね。そして鈴木、ん、遠くに沈論。ああ、まあそういうことですね。沈論の形決めましたね。で、このパワーを超がち、まあ、三風向に向かうと。狭く受けましたね。狭く受けましたね。さすがに、一番状態悪いって思ってるでしょうからね。まあ、全局が全局なんでね。うん、ああ、これ、鈴木、数ワンをちょっと落ちにくかったんですね。このカンパーマンをチーしてる蝶に対して。ああ、そうですね。で、トーンはあんこになりましたね。うん、シーソー切って、まあ、三色。おっと。して、まあ、内田ですね、これね。うん、まあ、いでもさ、つもぎり、鈴木ですが、数ワンをちょっとどうにかしたいですが、この E ワンも切りにくいかなとなると、やはり三ピン。まあ、チンロンが高いのでね、ちょっとその二風呂目でチーって言われたらちょっと具合悪いので、まあ、絞ってるとは思うんですが。ね、やっぱり自分の都合だけで打ってる場合じゃないですからね。ね。いらないものを切ってればいいというわけじゃないので。あ、もうね。はい、合わせました。もう、はい。まあ、蝶に上がらしたくないというか、まあ、沈論みたいなのを上がらしたくないと。うん、まあ、ここは一歩引いて、まあ、多分切るんでしょうね。ただ、まあ、入れもちょっと受け入れは狭いですけどね。で、鈴木、まあ、もう、引き気味に打って、てますが、まあまあその蝶の風呂してる部分だでもう一回流れることはないだろうというところでしょうか。蝶さんがこう一つ風呂してね、あとずっとつもぎりの時
まだこんなんだったのかっていうのは結局多いよね。まあ結果も多そうなんですけど、うん、売ってる方としてはまして神茶に言うと、うん、それはなかなかね、こんなに遠かったのっていう、うん、やっぱこうペースのつかみ方はやっぱり張さんらしいです。この手配で主導権取るんだからね。取ってますからね、実際。ちょっともう、いや、天杯でしたよって言われても。ただでも、このウーピンで止まりましたね。で、ここで何切っても、あ、なんだ、同点だったのかって。ってなるんですよ。うん、そうしたら、急にやる気出しますよ、ね。で、この一巡だけは何切ってもいいと思いますからね。神茶以外は。以外はね。でも、実際、ウーピンって、入れの当たり牌なんですよね。上がり牌でね。まあでも鈴木も、まあちょっと崩されましたからね。となるともう一度、リャンマンになる。あ、ここでウーピンで取る。主導権取り返しに行ったら、補充してしまった。補充して。面前2点、カンチャン1点、で、トンが2点。で、あと3トン種、まあ3色ですね。これが8点なので、13は21と、なります。はい。まあ、鈴木としては確かに蝶の進行を止めたといいますか、までは良かったんですが、上がったのが入れっていうのはちょっと、まあ、これは3人にとって、あまりよろしくはない。まあ、まだ序盤ですけれどもね。騎手順位がね、一番高いのが蝶さんなので、まあ、そこ。まあ、そこもね。まあ、トータルを見て、あまり甘い牌を打って、上がれちゃうようだと。今のね、実際、対局してて相手の手が見えないと、リャンシャン点から、一回引いて、盲点でまた押したって、これなかなか読めないですよね。読めないですね。そうすると、相手からしたら、天敗打敗か、空切りか、とか思っちゃうよね。うん、まあ実際、対局してる心理としてはそうですよね。ああ、あれ、天敗なんやなと思いながら、僕が入れの立場なら、ふーって言って上がるんでしょうが、実際あんな形とは思わなかったですけどね。内田がトンをポンしてですね、なんとペイ統一。シャーは、今一枚切れましたか。少数紙。はい。ちょっと夢見ません。うん。いや、それはそうですよ。うん。それと三分っていうね。三分っていうね。日本のローカルルールにしかない。サンマのローカルルールですかね、あえて。4人麻雀でも、昔はありましたよ。サンプーって言ってね。サンプーね。それと、関西だから、ブー麻雀には立派な役でありました。ああ。サンプーは。ただ、こうなると。もう、本日のイーシャンテンになっちゃったね。イーシャンテンなんですよ。そして、鈴木、まあ。初の処理をどうするか、まあ、初を使うのか、当てにするのかっていうのでもちょっと悩ましいところですね。入れが5トイツ、あ、チートイ、タンヤオチートイのイシャンテには一応しましたね。これで天敗が入りましたね。あ、これはまあでも、この観浪ピンもまあまあ。でもこれ、シャー引いて、戻すのかどうかですけどね。もう、シャーが2枚、ああ、さすがにやりすぎかな。まあ、多分、実際僕打ってても、そのまま、天敗続行にはすると思うんですけど。内田がトンペイ泣いてて、捨て牌が A の1ですね。ワンズでもやってんのみたいな感じですけど、実際は。ってやつですね。これ入れどうしますかね。あ、鈴木はもう初切ってピン付近に持っていきましたね。現状ローピンは鈴木に2枚。
ですから、場に2枚ですね。あ、いやいや、ビャマに2枚ですね。うん、あ、このションパ嫌ですよね、多分。まあ、チートイのイーシャンテンを維持しつつですね。ってことは、ナオを持ってきても、まあ、では止まる。まあ、もうチュンとナン、どっち切れって言う方は、まあ、チュン切りそうですけど、あ、うん、ナンがまだ山にですか。ナン、そうですね。これは、まだ可能性があるのでは。一応まだ可能性はあるんですけど。シャンポーに変わってからね。うん、こんなん引いて。ナン先引くと、シャア引いたときに。できる。シャアできるんですけどね。ね、他から、うん、あれ、チーピンとウーピンを打ってきたぞってなってきて。そうなると、もうシャアは出ない。これ、ワンズの本字じゃないですからね。相手分かってると思いますよ。二つ目のポンの時、イーピン手出しだから。あ、そうですね。うん。うん、して、これを、鈴木、あ、テンパイですね。うん、2、3、4の3色で。単品、カンチャン3トンシュンですか。内田が3枚持ってる3品。3品。うん。どちらも1枚1枚ですかね。6品。6品も残り1枚ですか。で、難しくなってるのは蝶ですか。メンツなし。メンツがないのに。まあ、この段階でこれだとちょっと上がりは厳しそうですね。もう受けましたね。受けましたね。して、いで、おっと。テンパイなら、テンパイなら数ワン一緒でしょうね。これ、リューピン打ってもテンパイなんですよね。あ、4枚使いというのが。あ、そっちにした。4枚使い、4万待ちのチートイツ。いや、これは。これダブトンだったのかな？ダブトンとカンチャンとペイの1点と本1ですか。うん、うわぁ。少ない方に受けて。うん、まあ、うん、ちょっと、まあ、特に何があったっていうことではないのかもしれませんけれども、質問が特に嫌だったとは。ただ、でもそうなんですよね。ね、理由として。何かありましたか。まあ、うん、まあ、なんか、自分の自身に上がりがないと、そういうふうなこともなるんでしょうけど、上がりが、可能性があっただけに、勝負でも、ローピン勝負でも、あ、ローピンじゃない、スーファン勝負でもよかったかなっていう気はするんですけどね。してない曲ですけど、おや、いて、まあ、あんまりよろ、よくはないですね。そっか見ない。これ、青さん見ますあれ。いやいや、見ない。見ないですよね。ちょっと考えてたよ、ね。ちょっと考えタイミングからして。まあ、自敗5種類あるとさすがに考えたくはなるんですよね。うんうん、で、ピンズ6、9とかなって、ああ、でもなんかちょっと違うな。数字がずれてるな、みたいな。ちょっと遠いですね。まあ、遠いですよね。これはさすがに。して、鈴木、うん。さっきの内田のハイパイの、ちょっと劣ったバージョンですよね。トントンペーペーな。
して鈴木は、うん、誰が一番いいっていうあれでもないですか？ないんですけどね、超は一応、ペーペーがね、ネックなんですよ。三元杯でしたら、簡単でいいですけど、けれども。もう何に入りましたから、まあ。G1、こうなると蝶の手が難しいんですよね。まあ、遠くに三分こうを見てどれだけ進むかですか。まあそうなってくるんでしょうけど、まあなんかあとは二あんこで相撲戦みたいなね感じかも。でも白は二枚切れてるんですよね。ああそう。入れとしては、まあ、ひょっとしたら後々の安牌のつもりで置いといたつもりが重なってしまったという、これでペーペーなのかな。ペーは1枚切れ、まあ、ペーそうですね、して内田は一応ちょっと遠くにファーロンですか。さあ鈴木は三色とか三風光とかを見つつパーワン9ワンを切っていきましたね。メンツがないからうちに寄せるしかないですよね。今いいピン切りましたね。置いといてもよかったような気は。そうね、ああこれはまあ地位をして、まあ単純にソーズ4ゴロピンズ5ロッチワンズ6チッパの三風向を狙ってはいますね。トンは言ってんのか。トンは言ってん、ね、トンは言ってんですね。うん、だからカンチャン待ちにカンチャンにならなきゃつまらないと上がれないのになっちゃうという、うん、とこですね。三風向6点のトンで1点で、トン出たらじゃあ大民間するんですかね。まあまあするでしょうね。8点縛りを満たすという意味で、まあこのワンズの67は正直言って役には不要なので切る。父さん、イーシャンテン、竜は打たないで、ペイを先打ったのね。あ、そうですね。うん。まあ、なんか考えさす以外に。以外、そうですね。理由はないと思うけど。まあ、ペイ切って、単品で。単品。リャンペイ後継。まあ、一応、チートイのイーシャンテンにはしましたね。まあ、でもこれは苦しいな、さすがに。上がりはなさそうか。まあ、鈴木が、ちょっと、三層老層をどうする。あ、九層でしたか。ちょっと全員なんか、ね、手の進みが遅いというか、日本バージョンならこれ大抵流局って感じですけどね。日本バージョンですと、まあ、最後の方になったらみんな檻にかかって。それとワンパイっていう強敵があるから。そうですね。うん、日本バージョンですとワンパイ14枚残しますけども、中国バージョンというのはもう最後の最後まで取り切るので、まあ、流局になる。率がやっぱ下がります、ね。下がりますよね。だいぶ下がりますよね。うん、鈴木もちょっとなんかモヤモヤしてる。いいように見えるんですけど、実は一面図しかできてないというね。
まあ、鈴木のこのリャンワン切りっていうのも、長が678で仕掛けて、三風光だったら、ここは地位されないのかなってぐらいですかね。三万が早めに切られてるっていうのもあるかもしれません。さあ、難しい。これ多分受けるという意味で難しいのかな。まあ、蝶を見ながらっていう。蝶を見ながら打ってると思うんですけどね。蝶を見ながらですから。なんか、うちだも、チートイのいいシャンテンを維持しつつ、まあ、数案に合わしたという感じですね。あ、チーピンか。まあ、終盤になってくるとちょっと、皆さん考えながらといいますか、より慎重にはなりますね。ああ、いでもこれ、チュンって、ションパイなんですよね。いや、今、でもすぐ合わさないのは、イシャンテン。なかなかテンパイが入らない。あ、テンパイした。スーソー、うん。いやー、ちょっと嘘くるのが遅いですよね。で、スーソーが入れ1枚、蝶1枚、鈴木1枚、ああ。現状なしです。現状は山にはない。この三品って良さそうに見えるけど、どうしますかね。ああ、まあ、数層切りますよね。三品の方が良さそうに今見えますよね。三品鈴木一枚。ん？だけ。だけ。二山。ああ、まあ、やっぱりその三品後は良さげには見えますけどね。さあ、蝶は一向に手進まないですね。やめました。もう、うん、ほぼやめでしょうね。リアシャンテンに戻してますからね。蝶、うん、は、まあ、これ、まあ、三品の方が良さそう。あ、ここに来た。まあ、出ない。そうか、でもいいシャンテンですけど、この3品引かされると、うん。さあ、こうなってくると、みんな、うちだ以外は、受けを強いられてますけれども、鈴木もこの一走は、ああ、絶頂。まあ、絶頂というのは、まあ、場に4枚目の牌ということなんですが、それで、風と言われる可能性を考えてちょっと止まってたんですね。うん、まあ、両ピンはね、もう、これが4枚目の牌なので、あーい。たった今、両ピン4枚目切られたとこなんですね。うん、あんなら、勝負してもいいんじゃないですか。いいんじゃないかなっていう。むしろ想像の方が怖そうには見えるんでね。さあ、内田3ピン、あと1枚。うん。井出のウーピンが、ピンはないかな。蝶1枚、鈴木1枚、内田2枚。現状ない。トン、これを置いた。まあ、実際、ションパイですからね、気持ち悪くてしょうがないという。あ、ここに3便来た。こうなると、流局濃厚ですね。内田も3便がいいと思ってるでしょうから、このまま行きそうですね。もしかして。履いてあるんですよね。いや、これ、
三品出ちゃうんじゃないですか、ひょっとしたら。次敗退の相場だから天下維持したい。で両品がどうせない。うん、考えてるな。だから三品間三品ないだろうみたいな。うちのでも。でもまあうちらの捨て牌にローピンがあるからなんですよね、これもね。まあローピンローピンと。でまあやはり困るんですね。長からしたらなんでトンが出てないのっていう。ことになるんですね。日本麻雀だと結構こういうトンっていうのは安全牌っぽいですけどね。で、入って、違う。龍玉見ました。まあ、入れが、その、上がりだけを見ないで、3ピン切らずに ローピンを切った、あの局面が、まあ、あれが龍玉刺したようなもんですかね。まあ、あれ3ピン切って、フーって言われてる可能性もなくはなかったのでね。どこを見てるかだけど。いいんですけどね。内田さんの数層って結構強烈っぽいとは思うんですけどね。あんま天敗打牌に見えるような感じですか。だからそこの現物のローピンを切る、まあ安易に筋を追わないみたいな感じですかね。うん。深い順目で内田さんがえいって切ってきたら、これはブラフじゃないですからね。さすがに、さすがにブラフはないと思いますけどね。特に彼はないですよ。さあ、これで何2局ですか。鈴木は、ちょっと8点縛りにはどうかなっていうぐらいですか。うん、全員あんまりハイパイの段階では良くはなさそう。まあ、そこそこ整ってる人は2パイから行って、ちょっとバラバラな人は受けるために2パイを残すっていう、残すっていう、まあ、まあ普通の展開ですよね。まあこの曲はちょっとみんなどういう手作りをするかちょっと見ものですね、うん、なかなか8点縛りを満たしそうな人が、これってどうする？まあ、9ピン来て、いろいろとということですか。うわ。ただまあ、9ピンがこう、暗号になったところで、まあ、じゃあどうなのっていうのもありますからね。入れが徐々に整ってはきましたけど、まだちょっと。こういう急ピンってあんまり切りたくないですね。これ、つもぎるじゃないですか。つもぎると思いますけどね。で鈴木ですが、これでちょっと役が単品系 が見えてきたってとこですかね。まあ、単品になるとね、まあもうどうにでもなりますんでっていう。まあ面前よし仕掛けてよしですね。でも遅そうな感じ。いやもうこれ全員の見てると全員遅そうに見えるんですけどね。入れがまあうまいこと伸びればですけど、まあもちろん鈴木もですけど、おっと。これりゃうまい。まあ残してちょっと一色三方向も考えてはいるんでしょうけど。まあやっぱり雀頭がどこになるか。なるかですね。雀頭がないと、三方向で。中国麻雀は、地位しても値段が下がらないことが多いので、そうですね。やっぱりね、地位は有効な手作りなんですけど、
雀刀は投げないですからね。雀刀がないというのは苦しいんです。最後の最後しかダメですからね。して、内田は、まあ、この曲はちょっとお休みっぽいですね。レイデが、お、ニサッシ。これで、もう十分系ですよ。十分系ですね。まあ、ウーアンが来ても、おっと。おお。三色見ませんでした。じゃなくて、単品系ですよね。まあ、ウーアン、ウーソー。一歩引いてる？あ、いいっすよ。慌てる形になってる。あ、そうですね。うん、まあこれでもウーアンウーソーで、単品三風光になりますからね、イデはね。で、蝶はここで、ああ、三風光の形を決めましたね。知っていで。うん。で、鈴木が方向性が決まれ、うん。決まらないですね。このチーワンが一番残党にしたくないやつ。したくない。してどうするのっていう牌ですよね。だからまあ、手なりで息は切るんでしょうけど。あ、そうですか。ほう。一応ダイレクトに入った時に出上がりできる転牌にはなると。うん、そうです。そういう方向に持っていってますね。お、テンパりましたね。これは、両層は出上がりできない形ですね、イデは。1点足りない足りないですね。面単品、シーシャンホンまでなので。だから、両層はツモしかダメ。ウーソーは、まあ、出上がりできますが、これで、死頃でチーしたんですね、蝶は。うん、じゃあ、上がれない方の2が出ますね、これ。あ、1からですか。ただこの間に2がバタバタバタって出てっていうパターンだと最悪なんですが、まあまあそういうことはなさそうですね、現状。これって変えたら両方上がれる、両方上がれるんですね。三風光という役が消えるけど、おーっと状況のことは直前ロー流腕が切られてますけど、これこの辺は実践じゃないと分からん感覚もあるんでしょうが、おお、なるほど、これで一色三分後の転敗して、この G1 を、蝶が鳴いて、こちらはペンチーピン、三風光。これは、たられば。これ、今ので、次、両層が絶頂でもないか。まだか。まだですね。チーピンはどこですか？はい。絶頂だ。次で絶頂ですね。両層は。4枚目のハイで上がると、4点ボーナス。ボーナス。ボーナス。うん、まあ、ボーナスっちゃボーナスなんですが。チーピンって、あれ？残り1枚ですかね。タチャーに2枚使われてて。鈴木内田に1枚。ヒデが1枚捨てているんで。して、ロー。リュウアン切り替えなかったのは、下茶の食い点ですよね。ああ。うん。下茶に食い点させると、いいは引かれてましたね。引かれてましたね。で、この持ってる人間はそれは分からない。分からないですけど。だから、この、ここまで深くなったら、チーソーで入れ止まりましたね。まあ、下茶だけ、下茶ですね。見るとこは多分下茶でしょうね。あとは通りそうですもんね。下です。鈴木がもう使われてるかどうかも考えないと。
チーソーは行った、うん、うん、さあこうなると絶頂か、絶頂、あ、引いた、絶頂だね、これ絶頂っていうのは4点なんですよね。メンゼンツも4点、タイヤオピンク4点、絶頂4 点で、シーシャンホンの1点がありますよね。二色道場、これあの竜は繰り返なかったのがここに来ましたよね。来ましたね。上がりはね。いや、打ってる人はこれ分かんないですけどね。やっぱり、でも麻雀ってそういうもんですからね。あの、ファインプレーですよ。で僕は座ってたら、龍眼を打って、龍眼を引かれて。いや、引かれてますよ。引かれてますよ。引かれてます。ね、はい、もう一回後で一回並べた方がいいと思います。この曲は。いい曲でした。まあ手ばっかり見てるとね、切ってるんでしょうけど、何かがあってのことだとは思うんですが、して、南三曲ですね。親が長、そこそこ良さそうですね。長は雀頭もある、なんか二差しの方向で行きそう。二差しか差し子か。もうあれですね、ターツ足りてるので。足りてるんで、まあこうああいうハイパイだとすごく楽なんですけどね。して、鈴木も悪くないですね。三分子は見えるんですが。さあこれ選択になりましたね。いや、これは。いや、状態悪いとき、これ間違いたくないから。嘘を切って、まあ、三色を見たと。まあ、でも、まあ、ちょっと遠くに三風向ってとこですが、で、鈴木ですね。三風向のイシャンってんですか。あ、これで、テンパイですね。あ、これ、リャンワンはまあ3色ですけど、ウーワンはこれ積もって上がれる形ですね。連流がつくの？連流ですね。あ、つきますね。3、4、5、6、7、8の連流と、ピンズソーズ2差しのシーシャンホン。でもちょっと難しい形ですけど、まあ一応三風向の形決めましたかね。うん、まあうちに寄せるの。寄せるでしょう。お、鈴木はちょっと柔らかく行きましたね。うん、まあ今の鈴木の状態ですと食い仕掛けが効かないんですよね。シャーが雀頭だとね。お、さあ、でここで片や天杯、こちらはノーメンツ。おお、はい、間違わずに。で、メンゼンツも、これプチューレンって言うんですけど、4点、ピンフ2点で3トンション、まあ、これ3色ですね。14は22と、このラス目のつも上がりは大きいですね。うん、で南4局、南4局ですか。そうですね、はい、親が、内田ですかね。うん、まあ現状トータル4位の内田がラス目、まあここはちょっと踏ん張ってほしいところではあるんですが、まあとはいえ上とは 100点も離れてないので、まあ一つ何か
ちょうど8点でも上がれれば。まだ無茶する持ち点じゃないでしょ。そうですね。まあ、1万5千以下とか、そんな、あれではないので。いや、もうほんま軽く8点でいいから、でも欲しいとこは欲しいんですけどね。やっぱり3万点付近には痛いんですよね。うん、で、その落ちだですけど、遠くにファーロンぐらいですかね、今のところ。して、蝶ですが、いいですね。して、いでは、難しい。パーソナルが切るかなっていう気はしたんですが。遠いフォアロン遠いファーロン。しかも、ジャントをどうすんねんという。そいつが2つあるのに、ファーロンに行くと、急にジャントを。嫌ですけどね。嫌ですね。めちゃくちゃ嫌です。だから、ピンズの6にうまいことくっついて3風向にしてジャントを作るっていうのがまあ簡単っちゃ簡単なんですが、うちだわあ苦しいな。まあ鈴木と現状ちょっと役が、まだ見えてないですね。蝶は、まあ蝶はまあ、綺麗な形では綺麗な形ではあるんですけども、一応、ツモ戦ぐらいのイーシャンテンです。あ、取らなかったかな。いいです、そうですか。ここで E ピンを切る。まあ、ファーロンはまだ見つつ、うちに寄せる。うちに寄せて。それしかないよね。まあ、うまいこといけば単品系になりゃっていう感じですかね。鈴木が3層引いてきて、まあ、ソーズとピンズで7、8、9、マンズは6、8。スーピンを引っ張ってるのはなぜ？スーピンを引っ張ってるのは、ファーロンでもなく、ですよね。ファーロンじゃないですもんね、あれ。他に材料があるのに、一番辛いファーロンを残すのは、ね。ヤンソー。もうスーピンでしょ、ね。でもこれは、仕掛けが入りますね。はい。まあ、ピンズに差しでチーして、まあ、ヤン。いいとこ。両ピンを切って、まあ、三風向なり、三色なり。受け入れ四つ全部 OK。全部 OK ですね。うん、で、入れはまあ、三ピン引いて、一応、まあ、両ピンを切って、ファーロンを三つつですね。日本麻雀やったら天牌なんですけど。ああ、一応中国麻雀も。でも天牌ですよ。取らない。取らないか。いいそつもって上がれるってやつでしたかね。シャ、これは、まあ、さすがに。で、うちらですけど。引っ張るね。そう。調査らしいけど、今日は特に引っ張ってる。引っ張ってますね、確かに。特に引っ張ってるね。そして、鈴木。まあ、面前ピン、短期、ローショーフイペグ、あ、上がれるんだ。上がれますが。C1 かパー1切れば、どっちかの短期で、一応上がれる形ではあるんですよね。9は中盤はバニーゼロ。手配にもゼロ。あ、1枚ですか。入れの1枚使ってる。で、蝶は現状、これ、三層切るかロウソウ切るかですね。ロウソウ切って、まあ、両層で三色と。そうですか。さあ、ジャントが。さあ、
パワー1って実は意外にいいのかな、内田一枚トンの方がいいでしょう。あ、トン、今、パワーの枚数数えて、鈴木の手配を。いや、この、フリテンの短期。フリテン短期を。チートイならそういうのでね、よくやります。あ、超結果論ですけど、嘘つまわり逃しですか。トンは場に2枚ですか。地獄ってやつですか。長いですね。いや、これ、すぐやったら、テンパイ速ならいいんですけど、流局間際になると、これは逆に出ない牌になっちゃう。誰からでも出そうですよね。出るんですが。今なら誰からでも出る。今なら、トンを4人で。流局間際になると、なんでってことになるんですね、これ。ありますからね。これ多分今言ったところ、日本麻雀の感覚だと、ちょっと分かりにくい部分があるかもしれないですけど、変えるってことはさすがにないですね。やっぱワンパイがないっていうのはね。ないっていうのは絶対にワンパイまでの間にトンは1枚生きていると。おー、変えた。まあまあ残り1枚ではっていうことなんでしょうね。つま上がりならこっちの方がたっぷりあると。場にはローソー1枚。あ、でも急走なんかここが。しかもこれファーローのイーシャンテになってますよね、うちだって。さあ続きこれを、わあちょっと順番が違うような、ああでもうちだ転敗したら急走待ちにしそうですねこれ。わあ引いてた。からの老僧、これ多分急走待ちにしますよ。しますよ、ね、うわあ、これ鈴木の手順が別におかしいわけじゃないんですけど、見てると上がれん方上がれん方になっちゃってますね。でも積もっちゃいました。あれ、両僧の枚数数えてなかったですけど、イデ1枚、鈴木2枚、バゼロ。バゼロ。なら1枚ありますか。1枚あるんですね。1枚対。ローソーはもうないと。急走も残り1枚。え、急走って。あ、これでうちらの。まあ。だどっちもフーって言って、どっちもフーとは言ってますけどね。上がりは上茶しか。上がりは一人だけということですね。短期ピンフシシャンホンでファーロン。12は20ということになります。あ、内田に上がりが出ました、これで。まあ、現状、ハンチャンが今終わったんですけど、すごく今平たい状況になってます。で、今、半ちゃんが終わりましたので、場替えですね。トン茶とナン茶、シャー茶とペー茶が入れ替わるということになります。で、この間に、まあ、小休止といいますか、お手洗いと言ってると思いますが、言ってそう？ん？どうだろう。そう、イーちゃんを戦うならね、この次シャーバンになります。そして、まあ上下の関係が変わるのでね、まあ地位をするされる対象が違ってきますね。あとはね、まあちょっと天箱を入れて、ちょっと表示がおかしいですかね。かなというところに。そうそう。あ、いましたかね。で、多分休憩と言いますか。入れますよね、さすがに。さすがに入れると思うんですよね。さすがに入れると思います。で、現状、この、見てみますと、今、上が326、プラス26、下が、一番下がマイナス20。
上下46しか差がないというこの状況。ああ、卓上に出てますね。はい。まあこれはもう本当にまだ誰がトップになろうがラスになろうがおかしくはない状況ではあるんですね。まあちょっと今この半チャンですけど、上がれない上がれないそれでも上がるっていうその曲が続いたのと、まあ入れの手配でこれ切るんじゃない、あれあれ、でもその結果的にそれを止めたのがつも上がりにつながったと、うん、終盤にね生きてくる、うん、まああの曲は本当にすごいなと思ったんですけどね。してまああと一応まあ井出が流局させたあの三ピン切らず、まあローピン切りといったところですかね。まあ単に上がるだけじゃなくてちょっといろいろターチャーの動向を考えながら打つと、うん、あの三ピンのはもう直接の選択ですからね、まあ、間違いなかっただけって言うんですけど、うん、後にあの聞いてきたあの2番を繰り返なかったっていうのはあれはやっぱりすごいですよ、うん、まあ、どうしても、うん、その両面どっちでも上がれますよっていうテンパイに取りたいんですよ、うん、取りたいんですけどそこ我慢してる、まあ、受けも考えているっていう、そこが、まあ、あの自分一人で打ってるんじゃないというところですよね、麻雀っていうのは。まあでも両面どっちでも上がれる天敗ってこの麻雀むちゃくちゃ強いですけどね、はい、相当な魅力の相当魅力なんですけどね実際両面待ち三面ちゃんであっても1個しか出上がりできへんよっていうのがほとんどのケースだと思うんですけど、うん、もう両面どっちでも上がれるっていうその天敗を極力組みたいですけど、そのチャンスをありながら振り返らなかって我慢してつも上がりまで持っていったあの打ち筋がすごいですね。今はもうそれが一番印象残ってますけれども、うん、あれは対局者見直したらまたあこういうことだったのかとってなるんでしょうけどね、はい、まあまだねとはいえですけどね、あ揃いましたか、揃いましたかね。でシャー一曲が始まります、うん、で、シャー1曲ですね。親が鈴木ですか。うん。もう、一上がりで上から下までですね。まあ、打点によってはもう上下そのままひっくり返るっていうこともね。はい。さて、はい、鈴木のハイパイですが、まあまあハイパイならこんなもんかっていうぐらいな感じですかね。内田は結構整ってはいますが一面つもない。そして長がわあなんかちっといごといつですよ、イーシャンテン、イーシャンテンですね。イーシャンテン。一応イーシャンテン。今ごといつになった。なりました。うん、まあ、とりあえず、吐く切りながら様子を見るのかな。いいピン。うん。うん。全魚リーグのルールには、ウーメンチーチートイツがないのでね。ありませんからね。ウーメンチーチートありならさすがに吐く残しそうですけど。いやいや、なしでも残してますよ。あ、まあ、まあ、なしでも残すかな。うんうん、まあ、なんか、まあ、第一打 E ピンやったらそれほど不自然さはないですよね。単品も見える。単品も見えます。単品も見えるんですけど、その単品の先に、あの、珍しいやつ。チェンタイウとか。チェンタイウがありますね、うん。ちょっと5を2回引かないといけない、ね。上から来ればね。珍しい。まあ、相当珍しいですけどね。珍しいのにそんなに高くはない。高くはない。まあ、全体を、全部のね、メンツに5を使ってる。チャンタの、まあ、言うたら5バージョンというか。そうですね。ね、うん、鈴木は、うん。は、あんまり嬉しくないですね。やっぱり、だから切るんですけど。社長。あ。
ちゃんたも、ちゃんたも見ますけど、でも、なんて振り返らなあかんねやろっていう。では、フワロンと。頭がないなって思うんですよ。お、まあ、ちゃんたに不要なのはローワンですけど、これでも、おっと、チーピンからいった。さあ、入れはここでちょっと止まってますけど、まあ、手なりでは急走ですけどね。して、蝶ですよ。わあ、うわあ。これは、トイツが2つかぶったら、たらレバーで、つも上がりです。たらレバーでつも上がりです。して、入れ、まあ、これも難しい形。もういっそのこと、ウースを切ってまいという人もいるかもしれないですけど、まだ僕は切りたくない、パー1はやっぱり。そもそも手腕浪費、見ないの？見ないか。見ないでしょうね。まあ、その三層手腕浪費という、まあ、役出ましたけど、まあ、入れのね、次かな。パーワン切ったんですけど、うん、まあ、パーワン置いといて、ウーワン切っとけば、マンズとピンズで123789、ウーソーがジャントーで三層シュワンロンフィーなんていう、また16点の、あんまり黒の割に報われない役ですね。お、鈴木これで、チャンタのイーシャンテンですね。ペン3万、ペンチー1か。いでも一応、形上はイーシャンテン。うん、ウーワンって、倍値？うん。まあ、井出の手も難しいですね、これ。お。一応、三歩こう、のイーシャンテンかな、内田は。うん、イーシャンテンですね。単品のイーシャンテンになるする。うわぁ。ペッペーで切るにしてもちょっとなんかなぁ。これさ、ウーワンが入りゃ。ウーワンが入りゃ、ウーワンウーワンで。ウーワンウーワンで。2枚いるから、ね。でも2枚以上。倍1で2枚ってこと考えたら、チート、ああ、まあ、あ、うん。まあ、チート読みますよね、これ。中に入れたのと同じように切ったぞっていうのを見てますからね。あ、つもぎりやなっていうね。で、内田この形ですが、うん、まあそこはいらない。はい。急走、倍値。うん。鈴木の Q1 ポンぐらいです。お、これは、一応、ロッピン切ってテンパイを取って、うん、数層かチーピンをチーして、ファーロンという感じですが、現状入れの手は、積もっても上がれない形です。両層、あ、良さそうに見えますが、うん、数ワンかチーワン。これは、テンパイしてからの話ですからね。あ、これチーだ。うん、チーして、ペン3万。テンパイですよと。ま、それっぽい。ま、だいたい2フードしたらね、テンパイでしょうけれども。で、内田は、うん、内田はポンテンもいける。ポンテンいけるんですよ。いけるのね。うん、いけるんですよ。うん、超何引いたやろ。いいピン。これも良さそうに見える。うん、でも、テンパイしてから。でも、やっぱり、うん、いいピンとリアンスを置いてるんですよね。粘りたいよね。うん、
して入れが、スーアン。スーアン。まあ、ただ鈴木は9万ポンと7、8、9万の地位なので、おお、でもこれ内田地位点入るんですよね。多分鈴木の仕掛けを見ると数ピンを切る。あれ ?1 ピン切った。おお、どっちでも OK。あ、でも数ピンいる。いや、数ピンがいるんだ。数ピンがいるんで、まあ、じゃあ地位ピン切りますわね。ん?今、チーソー引いたんですかね。で、リャンソー。リャンソーは6枚目のハイだったのね。6枚目、4枚目のハイだったんですね。ああ。わあ、そうなるとちょっと。ん?あ、食い下げた。おお。食い下げましたよ。何ですか、これ。いや、こうなるとでも、内田が上がりそうな気は。うわ今頃、うわ今頃、これ入れは積もっても足りない、積もっても足りないかな、プチューレン、ね、ウツチェイメン、まあ、シーシャン、ピンフに変えてからですよね、ピンフに変えるか、あー、出ぱった、おっと、ウーワンが良さそうに見えるかな、やっぱりウーワン待ちになりましたね、チートイ3万対。チーソーでもいいんじゃないですか。ん?上は、あの、受けて、受けてるんですか?受けて残したんじゃない?あ、そこ、上がれない。上がれない。ここで、9ピン。ピンフにしたらいいんじゃないですか。にして、チーピン積もれば、上がれる。さて、この9ピンが、鈴木にどうか。ああ、絶頂でもない。まあ、入れからしたら、やっぱ鈴木の仕掛けに対して、ちょっと切れなかったってとこですかね。9ピンですよね。で、G1 ですか。G1、鈴木9ワンポン、7、8、9ワン、G。ちょっと大きいのには見えない。大きいのって。あの、6以上、ね。6以上。ですよね。ただ、それにしては、チーピンの切りが早いんですよね。絶頂になった。絶頂になりましたかね。数えてたな。でも、内田が持ってるんですよね。あ、そうか。だからまあまあ、それはないんですけど、あ、そうか。内田のウーパーピンもほぼないんか。パーピンなしで。おー、3枚引いた。食い下げてもある。もそのペンチャン、ヤオチューク、ローショーフ、シーシャンホン、スグイ。スグイのチャンネル。4枚使い。で、12は20ですか。まあ遅かれ早かれ鈴木が積もってたってことですね。してシャー2局、まあ鈴木がややり今のつながりでリードしましたが、まだまだあと7局あるので安泰でもなんでもないですね。で親がいで、まあシャーぐらいからですかね。して内田、まあ今のところ特にいいという人はいないですね。まあ井出はちょいと
678が遠くにという感じで、何が暗号、この自敗の暗号がね、あの使うのなかなか難しいんですよね、順番。薬杯ならともかくおたかぜの場合は1点しかないので、1点ですからね、して鈴木も、まあ遠くに三風光ぐらいですけどね、キューピンはいらなさそう。まあ切る一打、してちょ、これで形はちょっと見えてきましたが、まあ、Q1 を切って、単野の方に持っていってっていう感じですか。これで鈴木が、一応三風光は見えた。して、井出が、三品ですかね、やっぱり。して、内田。まあ、一応、ワンゾー置いといて、伸びたら、チンロンぐらいの、構想でしょうか。お、パワンコになって、テンパイはテンパイですか。積もれば上がれるやつ。積もれば上がれるんですね。リアムパーピン全部積もって OK。面前積もが4点で、単野を2点の2アンコが2点。面前単野2アンコ。これはもらったなというような。まあ、このね、序盤で3面ちゃん何引いてもいいという。うちらもファーローのイシャンテになりましたかね。して。いやー、まあ、これはいらないでしょう。安心して出上がりにならないかぐらいまで思って。一応、でもこれでイシャンテン。ニアンコブ組のイシャンテン。うちらはリャンソ、あ、全然イシャンテンじゃなかった。リャンソー。まあそうですよね。イーソー受けにがメリットあるかというと、まあそうでもないのでね。まあ、リュウアンはないんですね。ここに。対する。あ、そうですね。今、下手に3個になると上がり逃すかもしれない。上がり逃すかもしれないですね。もうないですね。シャンポーには受けないですから。まあ、受けないでしょうね、さすがに。受けないでしょう。そらね、オーラスで打点がいるっていうんだったらともかく、この状況でさすがに。なんか引いたらありですけど。まあ、実際三面ちゃんなんで、引けそうな感じもしますけどね。ただ。パーソ三面。パーソ。あ、暗冠できた。暗冠できた。はい。これで出上がりできます。出上がりできます。暗冠が2点あるんですね。これ、リンシャンで引いたそういうの。言うんじゃない。まあ、そこまでは。これで出上がりで。これで出上がりできます。ただ、蝶さん、見逃すってことを、やる方やから。暗冠は見せないんです。そうですね。暗冠見せないんですね。流局とか、誰かが上がった時に初めて見せる。ですけどもね。高くなってから積もりました。高くなってから積もりました。で、面前積も4点と、単野を2点、暗冠2点、2暗子2点。2、4、6、8、10は18。オール。となります。
ここで今長と鈴木がつも上がりしたことによって、まあ、でそれでもまだ上がプラス52なので、うん、まあ接戦ですよね。でシャア3局ですね、内田が親ですね。ん？お、そこそこ良さそう。スーワンウーピンとまではいかない。まあまあ、腸も悪くはないですね。鈴木、うん、まあまあ。あ、ウーピン来た。で、腸は、うん。まあ、いらなさそうなのは Q1 ですけど。けど。けどですよね。上も下も見たい。下、上も下も見えるんで、でも保留の Q1 のような気がしますけどね。で、鈴木は、うん、ちょい嬉しくはないかな、今のは。井出は Q1 来たら Q1 を被りました。本一だったか。でもピンズ36総数47ってありますからね、井出の場合。変則って見たかな、さすがに見ないか。やっぱり基本はまあ三色三風向こうとか、まあなんか、うん、その辺ですよね。ピンフ三風向あたりが基本っちゃ基本なんですけどね。うん、あ、まだ転廃はしないですね。ただ、イーシャンテンにはなる。まあ、イーピンとかウーアンをポンして、三分後ですね。うん。で、上がるという構想でしょう。して、イデですが、もう、初2枚切れですからね。さすがに、ウーメンチを見るのもちょっと、ギリギリまで見てましたけど。見てましたけどね。もういいだろうというとこですかね。両走、うん。ジャン投に欲しいところがジャン投ならなくて。うん、どこが欲しい。どこが欲しいか。むちゃくちゃ、こういうのになると悩むんですよね。タイヤは含みだけど、そんないい手じゃないってことですね。全然いい手じゃないんですよ。仕掛けられるっていうのがメリットですけどね。で、鈴木はペン3万仕掛けましたか。まあ、普通に1、2、3を狙ってると、うわー、Q1。で、内田、ん？ 4 か。それはいらない。蝶は早く方向性が決まるわ。どこか一つ埋まってくれるとね。そうなんですよね。どこか一つ、まあ、簡単でも両面でも入ってくれると、じゃあそっちに行こうかとなるんですけど。して、いでは、おっと。これでニアンゴ。ニアンゴ。シャアは倍値。内田の欲しい数ワンが。これで勘チーは持ち、これで方向が定まりましたか。一個埋まったんじゃなくて、一個埋めたんですね。埋めたんですね。ただ、両面ターツどっちを落とすかですよね。まあ、スーピンピン、ん？ん？今勘チーは持ちしましたよね。鈴木さん、竜素食わなかったのね。そうですね。ただ単に、あげるっていうだけじゃなくて、ん？一応天敗か。数万待ち。うん。悪くないんじゃないですか。あと一枚。入れが数万、今、あんこでも、あんこというか、まあ、3枚ですね。そうか。6、7、8を
趙が仕掛けているので、まあ、とりあえずパースを切っといて、関老ピンとイースワン。初。全員に対しての安全牌。まあ、でも、この嘘を仕掛けれないんですね。して、趙ですが、うん。続きはイーソーと三ピンで結構良さそう。何を引きましたか。うん。見せてください。何やったかな今。ションパイの白を引いたんですか。白を引くあいあいるじゃない。蝶がテンパイですね。関老ピン。パイパイパイあ、でも、これは、ウーメンチへの復活考えます？積もれば上がれるの？上がれな。2アン、いや、パーピーだったら、8なら、8なら、8の積もせじゃあ、8積もせんで、積もれてみましたね。ローピー入れ1枚、内田1枚。山に2枚か。あ、鈴木もテンパイですね。3ピン良さそうに見えましたけど、山さんかな？山さんですね。山さんですね。3対2対。井出のパーピンって。今、つもげられちゃいました。あ、これは出る。さすがに出ます。で、鈴木流れ、ペンちゃんと、ウーツ、地なしですね。それと三トンシュンで、10は18。二着目の蝶からの直撃ということもあって、これでやや抜けましたかね。それでもまだ3、8、6。まだわかんないですね。して、シャー4曲、親が超。まあ、ラス目、現状ラス目の内田も。積も上がれば2着まで行く点数ですので、まあ内田としては鈴木が現状トップ名なので、まあ最低でも2着ですよね。そうですね。鈴木がトップ名なのがまだ救いですよね。シャー4曲ですか。シャー4曲ですね。そろそろエンジンかけないと、あのエンジンのかけ方が日本マシンとでも違うのでね、軽く上がってという。というのじゃないですからね。うん、して、内田。お、ファーロンは見えてる。見えてる。うん、もう8枚ありましたね。超数番から行ったんですね。おぉ、ちゃんたけ。ちゃんたけや。おぉ。目立つ打牌ですよ。目立ちますよね。まあ、あの二つだけ見ると、なんチェンプカオでもやってるんですかって思うんですが、で、トンが出るか。ポンからでも仕掛けていい。ポンからでもいい、うん。イーソーポンでも全然問題はなさそう。いやー、うちだ、おぉ、三風光にも見える。両方の両方ですね。ただし、ウーソーがいるという、そのネックは変わらない。で、鈴木ですが、うん、まだまだかな。あ、入れもなんやかんや言うて、三風光が見えてるんですね。お、これで、
なんでこれで両方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 ですね。して鈴木、うん、まあピンズがちょっと伸びてきたかな。さあ内田両方両方やけど、うん、ここは上がりが欲しい、うん、本当に欲しい。エンジンかけないとね。さあ長まだなんと初一枚切れで反応なしだから山だろうと。して鈴木もピンズで伸びが欲しいとこですけどもね、入れはまあそのまま吐くつもぎり内田。うん、してああ一歩前進ではあります。ピンズ何か引いてほしい。うん、最低はローピン。うん、うん、ここで何、まあそうですよね、うん、何だろう、シャアか。さあ鈴木は何を、両走いらない。うん、イデアも雀頭があるのでこのウーアンは必要ない。無双じゃない、パーソだった。知って長はチュン一枚入れ。ローピンローピンで一色三風光。一応ちょっと見ました。スーアン。これはそのままそうです、ね、いや、この切っていいと思うけども、あれファーロン、あ、ファーロン見きたけど、まあ、両方両方 は変わらない。三分後になった時に固めまずですからね。まあまあ、そうですけどね。まあ、リアンス3枚入れですか。絶頂の状態。うわ。手が届かないところに。なんやかんや言うて、まあ多分内田が一番良さそうですけど、全然チーする範囲も出ない。わあ、ローワンはね、いっそのことつもぎる。うん、今の形、イーシャンテン刈り取っといて、で、チューピンポンの絶頂数食い狙いは成立しない。いや、すると思います。うん。いや、そうでなくても、なんか面前で進めて、積もってちょうど8点ぐらいの天敗にはなりそうだったんですけど、鈴木は、お、カンチャンでチーした。うん。パーソ。いいピンもまだいるぞと。うん、内田のテンパイを食い下げましたか。3ピン3ピン。あ、すぐ下がったの。すぐ下がりました。超に3ピンきましたもんね。さあ、いで、ここは悩ましいところですね。上がりはもちろん見たいんですけど、ただこれ珍楼は見ないような気するんですけどね。ん？両走？おお。ということは数ワンを切って三ピン待ち。ローピンは積もっても上がれないか。ん？3万が入りました。これ3ピン出るん？いや、でもいいピンとし、あれで使いたいよね。9ピンを切るか、3ピン、あ、3ピン出た。
で、面前ピンフ、三風光。で、十和十八と。これはまあ、上がった内田もそうですけど、鈴木にとってもこれ、いい上がりですよね。下二人が頑張って、なんとかしようと。272?272、272、278。これは、トップ目がいい。まあ、2着、3着にどう生き残るかですね、これは。それこそもしこれ仮にオーラスだとして、鈴木が内田にアシストするのもありですよね。オーラスだとすれば。ああ、オーラまあまだね、ペイ一曲なので、そんなことはまずないとは思いますが。まあ、考えないでしょうね。それすると自分のトップが危ういんでね。オーラスだったらその選択はあったと思いますが、残念ながらと言いますか、ペイ一曲ですからね。内田良かったじゃないですか。うん、単品。ね。ちょっと入れが、よろしくない。足止まってますね。ですよね。社長もちょっと悩ましいですね。苦しいですか。苦しい。まあ、やっぱ内田鈴木が、やっぱ良さそうですもんね。ハイパイ見る限りは。内田、ああ、でも、でもって言うたらちょっとわがままか。うん今日は3回見るためには内田鈴木で言ってくれないと。あ、僕はチェンカーズハロですか、あれ、うん、ズハロですかね。どっちを見ますかね。チーピンをチーできればですけども、あ、チェンプカーの方見ましたね。チェンプカーをツーハロンと言いますか。まだわからないですよね。まあちょっと変速艇が初めてですかね。うん、チートイを狙ってるとかそういうの以外で見るのはね。お。おっというほどでもないのか。プーカーじゃない方だと、ポンテン聞いたりとかする。ああ、そう。C 点ポンテンが聞いたりするんで。いや、2倍重なればまだ。まあ、まだ、きますからね、白とか重なれ、あ、白はもう握りか。うん、さあ、落ちだな。ああ、まあまあ、あんまりいらない。うん、で、ここですよ。何を聞いた？ぐちゃだと思ったら、実はそこそこいいんです。そこそこ良かったという。日本麻雀ばっかりやってると、何ですかこの手っていう感じですけど、中国麻雀ではこういったバラバラ系の役っていうのがね、チェンプカオというのがあるんですよね。お、これで一応単品だけど積もせん。お、とりあえずリャンそうですか。イシャンテン？イシャンテンです。イシャンテンですね。3万来たら24点確定。3万来たらもらったっていうことですかね。まあでも、3万でなくてもとりあえず上がりたいですよね、蝶の。そういえば、蝶さん、この形で去年上がったよね。あ、テンパしましたよ。ドキッとするような。よかった。今年はまだ上がってない。難切りで、ペイ初3万。はい、慎重です。ペイ初3万、3万が高い目。ローワンは内田の上がり牌ですけど、条件、8点に満たないので上がれません。3万はともかく、龍馬とペイは、誰からでも掴むかも。4人引き。いやもうほら4人で引きに行ってますよ。一点倍速。はい、おー高め。これは。これは他の人も見たらちょっと。つもの一点。これつもの一点です。つもの一点と、あと、チェンブカオっていう、ちょっとまあバラバラのやつと、ツーハーロン。これはね、イスチリアンパサブロッキューと違う色で構成される役ですね。これで25。チェンプカオ2ハロン12点12点で24点。ツモの1点で25点は33点オールとなります。いや、これは、
全員、超以外全員、げんなりする上がりでしょうね。そうか。これ、基準1位だもんね。1位なんですよね。あ、それはいいな。で、またこれ、現状、うちだと、入れが同じ点数ということになれば、長の立場からすると、内田を上にしときたいんですよね。入れを下にしてトップラスを決めておきたい。まあ、それでなくてもトップ3者ですけど。さあ、入れこれは、ウーメンチもちょっと遠いですけどね。お、嘘から言った。ウーメンチにしたい想像をまず外すか。いや、見てない。見てないってことですよね。三元。あれ？またこれ、蝶って、スーピン、リャンワンパーワン、三層、九層、ですよ。あ、また。いや、これまたですよ。まただ。またですよ。うん。まあ、パーピンなんていらないですね。リャンシャンテンかな？三シャンテン？サンシャンテンでしたっけ？リアンシャンテン。リアンシャンテンじゃないかったかな？リアンシャンテンは早いですね。ハイパイリアンシャンテンですよ。違う。ピンズか。これも、これ、これです。決められたら。いや、1、2、3。まあ、トム切るっていうのはありですけど、一応本一を、あら？あら、見なかった。へぇー。どうして、見たくなるんですけどね。うん、まあ、入れはもう分かりやすく本日に行きました。これですよね。して、鈴木、うん、まあ。下茶は下茶。ポーカーを切りに行くと、中ちゃんぱいをバラバラ切ることになるので。まあ。下茶が鈴木なんですよね、2着目の。それは嫌だったんけど、この手なら行ってもよかったんじゃないかと。いや、まあ、チーされてからそれを考えてっていうのでもよかったんじゃないかなとは思うんですけどね。だから僕多分、言いそうとか、そんなんは切ってそうで。さあ、これがどうなるかですね。お、俺？お、あ、じゃあ、チュン1枚でした。でもまだ、ああ、でも蝶が1枚持ってるのか。して、鈴、ああ、はい、もう、本一です。さあ、蝶ですけど、これ、ただ、チェンプカを見切ったってことはそうですよね。チュンとかハクとかも切っていくってことですからね。で、ハクは入れがポン。チュンから選ぶところが今日の、うん、感じが出てますか。チュンはでも一枚切れだからさっき言った。これでも、今日さんは入れさんに上がらせたくないでしょう。もう、入れに上がられるぐらいなら、うん、内田に上がってくるよっていう。うん、で、まあその入れのペーポンが白を切りづらくしてるんですよね。ん？これポン。まあさすがにチュンですか。うん。で、蝶ですが、もう白が切れなくなった。鈴木、うん。入れ第一だから、嘘言ってると。うん。うん、
あまり嬉しくない。ほう。そして鈴木ですけど、うん。一応うちだチンロンイーシャンテン Q1 は行く、うん、うわあもう白が切れない。じゃあ何を切るとなると、うん、パーピンを切った。うわあでもこれパーピンってポンなんですよね。これでスーチーピン、うん、うわうちだテンパったら終了です。これ、井出さんに蜘蛛の糸垂れた。まあまあ、うん、今飲んで、内田はもう。さあ、これは困った。蝶も困ってます。おお、でもウーピン来ましたね。まあもう井出はさすがにこの段階では降りないでしょうから。いやそれ残り4枚ですか。スチーミーはこれはもう、鈴木がどこまで頑張るかですか。まあ3品でしょとりあえずは。イデノさん風呂って久々に見たような気がするんですけどね。もうそういう何もかも言ってられないような状況になりましたから、まあ当然仕掛けるのは仕掛けるんですけど、大体に風呂したら転廃してその次は上がりというのが相場なもんで、引きそうな気もするんですけど、内田はいや、でも厳しいね。で、白が切れない蝶も、もう実質。まあでも、一応イーシャンテンなんですね。EP、EP ですか。そうですよね。して、入れが、最初から違う4ばっかり引いてますけど。さあ、蝶、これですよ。ローピンとか G1 入ったら、あ、トンの方来た。あ、これは倍値なので、絶対に、トール入。ちょっとだけ内田が楽になったが、リャンピング切れる。でもこれ、パイパンって、シャンポン。シャンポンって。ならないでしょ。あ、じゃあ、相方は何だっていう話で、ね、っていう話で、一応、パーピンポンで3ピンを切ってるわけなんですよね。で、で9もないんでしょ ?9 もないですね。5もなしなんで。鈴木も Q1。 いやまあさ絶頂ですけど、さすがにそんなことはないでしょう。数ワンとか切るかな。ヤンマンでもいいか。酸素を入れたってことはトンを切るのかな。
シャアですか。スーチーピンってまだ枚数って。まだ変わってないです。変わってないですよね。3枚あるの?4枚。4枚あるの?1、2、3、4、4枚ですね。ああ、倍1なんで、残り3枚ですか。あ、倍1か。倍1で1、2、3、4。そうですね。あ、カンかな。あ、もしかして、はい、もしかして、ここにおるおった。いたいた。いやー、もうこれは。随分高くなりましたね。リーシャン解放8点。リーシャン解放8点もあるんですね、これ。え、さっき何入れたかな、これ。これで鈴木。初ペイ、民間、で、本一とリンシャン解放。19は27ですよね、これ。3点を追加してそうですよね。うん、そうですね、19は27。いやー、ここの人垂れましたよ。うわ一本だけ。それすがったよ。いやー、これは、打ち出す鈴木にとっても嫌です。蝶にとっても嫌です。これだって、入れトップは十分にありますからね、30点差なので。もうそうしたら、次決まっちゃう。決まっちゃう。まあでも、蝶はトップでも、並び次第では決まるんですよ。ホールドの可能性があるので、まあ、鈴木が頑張る、内田が頑張る。まあ、内田はちょっとつま上がり欲しいですけどね。頭と138差。ああ、まあな、一回上がっといて、沈論ツモとかそういう構想があるかな。16点。16点役ツモね。うん。一発ここで、8は16でも何でも上がっといて。この2曲のどちらかで。うちはツモいった。うちは泣かない。泣かない。うん。まあ、次並べて打たれてる？おお。でも泣かないね。泣かないですね。まあ、泣いたとこでですからね、これ。ああ、そうだ、いや、うん。まあ、入れとしては、この曲上がりが見込めないなら、蝶が上がらなければいいやというふうな感じですかね。でも、鈴木に上がられると、一応着順は落ちるんですけどね。あ、まあ、それでも鈴木がトップ名になるから、一着順の差は変わらないってことか。一上がりでトップだから、トップ名だから、そんなこと考えてないんじゃないですか。ああ、そう、30歳ですよね。いや、いや、それはもっと進めば考えるでしょうけど、この順目じゃ、さて、内田ですけど、ああ、なるほど。リャンマンとチーワンと。入ってたよって見せない。そういうことはしちゃいけない。は行かない。チーできるかどうかが違うからな、残りは。さて、2か7です。マンズの2か7です、蝶は。ほう。もう1枚入ってます。まだもう1枚来てますけど。なあ、内田は遠くのファーロンなのかな。でもそれは苦しい。いや、もう16点見えないならここはね。いや、もう行くしかないんですよね。何でもええから。お、3万入って。ちゃんとは、あるけど。あるけど、それが縛りになる。縛りになる可能性が結構あるんですよね。
ん、ということは、チートイかなんかを見たのかな、この形で、チートイツですか、現状、なんとつかない。1、2、3。置き換えましたよ。あ、見てるわ。16点役がダメなら24点役か。なるほど。余計ハードルが高くなるから。そして鈴木は、いや、やっぱり両手にくっつけるしかないんですよ、ね。行く道ないから。あ、天杯。関連マン。リャンマン内田が持ってたような内田入れ内田2枚かってことは山一、いや入れ数層引いたんですけど、ワンズ払って3トン収でしょ、まあリャンピンを残してるってことは、あの段階でリャンピン残してるってことはそういうことなんですけどね、うん、まあそうでしょうね、いや、あんこはいらん。ここはもう形作りのようなもんですよ。いや、さすがに厳しいですね。チートイはちょっと苦しいと思うけどね。面前ノウハウ。面前。面前ノウハウ。おー、チュン切った、なるほど。リャンワンはまだ山に1枚います。で、鈴木、ん？イーシャンテンですが、が、点数が足りないイーシャンテンか。そこで何を切るか。ああ、9ピン。まあ一番通りやすそうなのかな。うん。ただまあ。リャンマン引くか。内田がリャンマンを引いたらまた長引いて面白くなるんですけれども、まあすごい長引きそうですよね、それって。うん、チーは、うん、チーはちょっと嫌だったね。チョウが7、8、9のピンズで仕掛けてるんですよね。あのリャンマンじゃなくてない方を引きましたけど。でも、イーソーってもう、ないんですよ。2枚切れでないんですよね。ああ、3万隣でしたね。ん？うん。おー、なるほど。ギリギリまで、粘ろうと。ああ、一応、は自分でローソ切ってる。ああ、そうか。チーができる可能性もあるってことか。うん、でもチーソーはないよね。あ、チーソーはもう内田があんこで倍値でないんですね、うん、これでパーピンを切れば数層で上がれる、サンプーコーピンクサンプーコー、数層が入れ2枚内田1枚1枚か。山1。うん、リャンマンも数層も山1。最低が、はそのリャンマン。
E1 は3枚見えるか、シャンテンを維持するか、スーピン。まあ、たった今通ったスーピンってことですね。あら、ん？そうそう。事前作かな？ピンフ三風光。8は16。トス行きをとりあえず上に押し上げるのはいいけど、でも僅差ですよね。うん、まあ、でも。でも他にも行けるかどうか分からないじゃなかったですか？うん。と思ったんですけどね。ちょっと上がりが見えなさそうなとこやっただけにですけどね。さあ、これで、これで、鈴木がトップ目、超2着目、井出が3着目となってるんですけど、井出か、井出が上がると頭まで行くという、何上がっても、2着。井出が上がるともうトップですね。38なんですよ。38はもう自動的。自動的なんですよ。もちろん超もそうですし。うん、内田は、内田は、投了ですね。ほぼ投了です、これ。うん、まあ、願わくば、この並びでいてくれでしょうね。この並びでいても、まあまあ、連勝して並びを作らないとっていうことになるでしょうね。そして、もう上3人はもう上がればトップなので、スピード勝負にはなるとは思うんですけど、まあ、みんなだいぶ遠いですけど、でも結構遠いんですよ。ここからですからね。あの、これは龍谷はしないと思いますよ。もう上がりゃトップっていうね、この状況で龍谷はあんまりないと思うんですけどね。投了が一人いるからね。その投了をしてる内田の問い面が鈴木ですか。まあ、オーラスになると、しかも上がりトップになると、やや遠いとこからでも仕掛けは入ってもおかしくないんですけども、たまたまそんな牌が出てないだけですか。これ、井出さんの3方向が一番早いの？井出さん、四五六五六チ六チッパーに対して、超もあんまり、まあ、井出、現状、井出か、超か、ですかね。スワンだね。あ、でも井出は、これはスルーしましたね。これはね。今度は三風光じゃなくて、珍王にするのか。これは難しいな。まあ、まだ両天秤かけそうですけどね。おお。なるほど。こんだけ考えたんだから手出し。蝶の欲しい両品がここに3枚あるんですね。で、鈴木も、まあ、これは。まあ、その両面が一番不要なんですよね、これね。C1。まあ、ここでもう見切りましたね。ウーピンの方か。さあ、これで、まあ、
形を進めた三層、うん、まあ雀刀らしきものがあるのでね、はい、で三層が一番広いように見えるんだけどな。さあ言いそうで、うん、残したいね、残したいんですよねこれね、うん、まあそうなるでしょうね。そうするとここ小さく合わせたら食いますよ。これはさすがにさすがに地位です。はい、うん、で何でもこういうのいいシャンテンで、まあポンチー何でもになりますね。で脇の二人もあの絞ってられないですからね。もうオーラスなんでね、絞れないですよね。鈴木はこれは積もっても上がれない。まあ数層でも数層か嘘を引けば、あ嘘ここか、さあ鈴木こっからですけど、うーん、パーワン、パーワンはつもぎったでしょ。つもぎりましたね。あ、そうですよ、うん、ん？これつもせん、つもせん、つもせんですね。両層、まあ、ここまで来てそうは言ってられないでしょう。いや、取るでしょう。うん、もう 取らないとね。これ数番出たらまあ地位ですよね、四五郎でね。でもポンが入りますよ伊勢さんに。あ。あ、ここはでもこれトップ目だから。ちょっと考えてもいい。引けば2着はあるけど。これさ、でもまだ先は長いからな。いやこれど、もう思い切ってヤンマン3万切ってファーロンに真珠、うん、まあ3万切った時に井手に地位が入る、地位が入るよね。で、ここが数案ってすでに残り1枚。竜案はどうなってんの？1枚使われてまして、バウニーゼロなので。いや、蝶が1枚使ってるかな、うんうん、そう、1枚使ってて。だからこれ、転売入れたらもう、入れの上がりの可能性が非常に高いんですよね。蝶1枚、鈴木1枚使ってる。ここで引くならさっき引いとけって。ああ、テンパ入った。あった。さあ、これで山2の。入れトップなら2回で終わってしまう可能性も。まあ、超トップでも2回で終わってしまう可能性あるんですけどね。あ、そうか。ないことはないな。色紙順位の関係で、ああ、鈴木引くんだ。流局制ってこと？流局はないと思うけど、まあでも引いても上がれない天杯で押したくないですよね。まだそう、うん、あ、出上がりできる天杯になりました。要は山一ですよね。あと一枚、うん、で場に2枚出てて鈴木の手と、とりあえず両ピン切っといて天杯ったら3万ごめんってやつですか。この鳴きで。ね。で、現状数万はないんですね。現状、1、2。1枚じゃないの？鈴木中に1枚ずつと。ないわ。現状ないです。現状ありません。で、鈴木も井出もこれ数万出ない形ですよね。あ、テンパった。ウーワン。もう3万ごめんでしょ。3万ごめんでしょ。
ウーアン入れ1枚、超1枚、え、2枚いる。2枚2枚。ちょっと、2対2。2対2ですね。まあ、2対2対0。4、5、6の対決なのこれ。そうですね。まあ、4、5、6というか、まあ、そうですね。4万、5万、6万待ち。4、5、6の。わあ、1枚やった。マンズ見えてちょっとドキッとしましたけど。これ。いや、まだいますよ。これ全部、仮に、内田が吸収したら流局ですよね。そんなことはほぼないと思うんですけど。ないというか、1枚も持ってない。いや、現状、蝶の上がりがないので、まあ、井出か鈴木のトップになるんですが、いや、これは帰れない。帰れないです。はい。さあ、どうなる ?3 やった。あれこの、まだ2対2。まだ2対2です。勝敗。でももうそんなことは言ってられないけど、トップ名なだけに。あと3枚あと3。あと3トップ名なだけに。ああ、おお、やっぱ引くっていう道があるんですよね。さあ、これで、いで、ああ、いいだ。二回で終わってしまう。かも、かも。これで、つも、かんちゃん、ピンフ、れんりゅうかな。れんりゅうがついて、三風校ですね。で、三着か。うん、となりましたね。はい。ってこと、次、入れトップで終わりますね。そうですね。ちょっと整理しますと、現状今、井出がトップ取りましたので、36ポイントから39ポイント。で、2着が鈴木で34ポイントから36ポイント。3着が蝶で35から36。で、内田が34から34。で、現状、井出39、蝶36、鈴木36、内田34なので、次、井出がトップを取ると、コールドです。並びとか関係ないです。そういうふうに。で、また、内田トップ、入れ2着、なんていうことになっても、これコールドなんですよね。まあ、そっちはまあ、ない。まあ、あんまりないと思うんですけど、まあ、これで、もう本当に入れトップの可能性が出てきました。まあ、アオンさんどうでしたか、このイーちゃん。最初、入れさん良かったのにね、途中で足止まったけど、最後、来ましたね。最後の最後で来ましたよね。まあ最後はもうこれ突進していって上がり牌掘り起こしただけですけど、その前の本一リーシャン解放があれは本当に大きいですね。大きいですね。あまりにも大きいですね。あれはもう両面テンパ入れたら、引くばっかり。それがもうね、関して、リンシャンっていう、もう最高の形になって。まあ、その前に前半ではね、ローワン止めて、上がりを阻止して、自分が上がったり、とかもあったのでね、まあ、それだけを見ると、なんか、トップを取るべくして取ったのかっていう気もしなくもないんですが。取るべくしてじゃないと思います。まあ、まあ今休憩ですけど、休憩ですけどね。多分まあもう過去の経験からしてもらったと思ってるでしょうね。まあね、長年の経験からしてもこういうトップだったら逃げ切れるであろうと。多分井出の頭の中ではもう決めようって、決めようと考えてるでしょうね。そうですよ。はい。はい。それではですね、1回戦が終了しました。で、2回戦の間準備がございますので、しばらく CM の方をご覧ください。